気軽まどうも、ゴです。このチャンネルは中国に感想動画アップしていますので、興味ある方ぜひチャンネル登録お願いします。今日の動画はいくつの報告があります。まずはね、今週の日曜日お昼12時から放送のビートたけしの TV タックルに処理水に関するインタビューを受けました。皆さんぜひ見てくださいね。私は多分見えないけど、はい、通常はね、取材の申し出はお断りしていますが、今回は中国の事実としてテレビ局側はもう伝えたい情報があり、また私や私周りの声がそのまま伝えたいという要望があったから、今回は受けることにしました。それだけでなく、中国人数名にも処理水に関するインタビューを行いました。来週はこの動画も編集してアップする予定ですので、楽しみにしてくださいね。あと、取材を受けたの感想としてね、やっぱり日本語が難しいです。そう、私普通はね、ほぼ日本語使うの場合は太郎さんと仕事をしてる時、そう、太郎さん一人しかないです、話す、ね、会話練習とか。で、太郎さんには遠回しに話さず、いつもストレートに伝えてくれるので理解しやすいですけど、一般の日本人が話す日本語が気を使った言い回しや言い通しな表現が多いから、なかなか理解できない。はい、だから何とか、聞き交わす場面もありました。やっぱりもっと日本語を勉強しなきゃならないだと思います。あとね、この YouTube チャンネルの登録者数4万人を超えました。これはいつもね、皆さん応援してくださるのおかげです。ありがとうございました。今後も引き続き中国の情報たくさんを届けできるよう頑張ります。今月か来月にはね、ライブ配信をする予定していますので、ぜひ楽しみしていてください。あと、私最近ウイブの動画アップして、今残りの動画はウイグルの動画まだいっぱいがありますから、最近本当にね、忙しかったから更新と編集のスピードは前より遅くになりました。皆さん本当に申し訳ないです。でもぜひウイグルの動画を楽しんでくださいね。はい、では今日の動画はここまでです。ありがとうございます。バイバイ。